はい、というわけで今回はレゴと金属製のボルトが一体になった部品をインサート成形を使って作ってみようと思います。インサート成形というのは金型にあらかじめ部品を固定しておいて、その周りに樹脂を流し込んで一体型のパーツを作る製法のことを言います。例えば樹脂に磁石を埋め込んだり、樹脂に金属の端子を埋め込んだり、樹脂パーツ自体の強度を上げたりすることにも使われています。いや、てかレゴの精度えぐいですね。なんかもう単なるおもちゃじゃなくて、もうガチガチの工業製品だと思います。では早速金型を作っていくんですけど、レゴの側面の角ってほぼピン角なんですよね。側面のピン角は切削だと加工できません。まあ多分レゴ社の金型は片彫りの放電加工で作ってるかなと思うんですけど、まあうちにそんな設備ないので、まあ、ちょっと工夫してこのピン角の金型を作ってみようと思います。今回は株式会社オリジナルマインドさんからお借りしたキットミル CL100 で金型を作っていきます。固定方法は両面テープですね。まあ、これくらいの加工なら十分かなと思います。レゴってよく見ると丸い部分の角に若干の R がついてるんですよね。なので工具も角が R になっているラジアスエンドミルを用意したので、こちらで削っていきます。今回の金型の最難関はこのレゴの刻印ですね。さすがにここはね、切削だと厳しいんですけど、文字を変えれば切削でもいけないことはないので、少し文字を大きくして 0.4π のボールエンドミルで加工することにしました。めちゃくちゃいい感じにできました。これは完璧ですね。今回お借りした CL100 コンパクトなんですけど、意外に剛性があって結構使いやすいですね。まあ、もうしばらくお借りできるみたいなので、そのうちレビュー動画も上げようかなと思います。でかい。よいしょ。あ、重っ。めっちゃ熱い。15ミリぐらいあるから。漢字の成形機の方も株式会社オリジナルマインドさんにお借りしました。卓上射出成形機いなり M12 ですね。以前レビューしたものよりも一回り、いや二回りぐらい大きくなっています。インサートナットっていうのは売ってたんですけど、インサートボルトっていうのが売ってないのがちょっと見つけられなくて、今回は市販の六角ボルトを使います。ただこれだとスポット抜けちゃう可能性があるので、旋盤で追加工します。
出。ちゃんと N の字もできてる。え、ちょっと待って。よいしょ。おお。え、できてるやん。完璧。いや、これはすごいよ。ちょっと待って。はい。これ後ろね、ちょうどネジんとこまで来てますよね。これまあ、ちょっとねバリというかヒケが出てるとこも一部横の方とかねありますけど、いやこれはすごいよ、このクオリティは。あともうこれねバチッ とせっかくなんでね、この本物と比べてみましょう。ほらもうどっちが本物かってもう一発でわかりますね。お、ちゃんと組みつく。なんか若干緩い気はするけど、一応ちゃんと落ちない。落ちた。1、8、9、10。よいしょ。からの水冷。あ、これはいいんじゃない？最初にやったやつ、これこっちが1回目普通にやったやつ、こっちが2回目急冷させたやつ水で、この引け分かります、側面のこれ全然違う。まあ多少はねあるけど、これ全然ちゃうわ。うわ、めっちゃ綺麗にできた。いやでもレゴと比べる、本物のねレゴと比べるとやっぱね違うよね。めちゃくちゃ綺麗、ここ全然違う、さすがに。いやでもこれすごいぞ、射出成形は急冷させたらええんか。これはいい。クオリティがワンランク上がった。え、めっちゃ綺麗やねんけど、ほんまにちゃんとみんな分からんぐらい綺麗。すごい来たな、これあれちゃう、精度もいいんじゃない。ちょっと組み付けてみましょう、この本物のレゴに。本物のレゴに、よいしょ。あ、完璧、落ちないで、ちゃんと取れる。うわ、これ感動やな。
こんな感じで、ちょっとねバリ出てますけど、引けとかはほぼない。めっちゃ綺麗。あ、これあのナットなんで、これナットです。はい、ナットもこんな感じで綺麗に射出成形することができました。これはいいな。射出射出射出。今回は以前レビューした稲荷 F06 よりもさらにパワーアップした卓上射出成形機稲荷 M12 を使ってレゴのボルトとナットを作ってみました。まあ正直ね、重たくなって大きくなったっていうのはあるんですけど、そんなことをねどうでもよくなるぐらいこの M12 使いやすくなってます。例えばですね、ここのペレットを入れるところなんですけど、以前の F06 はこう蓋がパタパタ開く感じだったんですけど、これはマグネットが入ったこうスライド式になってて非常に使いやすくなってたりとか、以前の F06 は 6cc までしか射出できなかったんですけど、この M12 になって倍の 12cc 射出することができるようになってます。なんで以前のやつだったらちっちゃい型でちっちゃいものしか作れなかったんですけど、大きなものが作れるようになったと。でそれに伴って、シリンダーとかね長くなって、物も大きくなっちゃったんですけど、このハンドルも、同じように長くなってるんで、テコの原理が効いてくるんですよね、長いと。なんで、今までよりも軽い力で、射出することができるので、その成形物も結構安定してくるんじゃないかなと思います。あとはですね、正直重いぐらいです。だから、これから射出成形機を買おうと思ってる方は、置く場所とか、重さとかに、余裕があるのであれば、もう最初からこの M12 のタイプの方がいいんじゃないかなと思います。もちろん小さいものしかやらないとか、スペースが限られてるっていうのであれば、以前のタイプの F06 でも、全然問題なく射出成形することができるので、そちらも、ぜひ使ってみてください。というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひ、グッドボタンとかチャンネル登録とか、コメントとかお願いします。グッドボタン、あと言い忘れたんですけど、なんとか重工ショップでこんな感じの射出成形用のアウターフレームを販売しておりますので、ぜひ概要欄から見てみてください。ご視聴ありがとうございました。